はいどうもこんにちは、スーパーラビングエナチャイジング細マッチョで健康で幸せ億万長者のアフロでございます。どうもということで、今日どうしたら私は他の人のために大きな価値を生み出すことができるでしょうかということで、まああのシプロレスリング柴田がレペゼン地球に入るという嘘動画を出しちゃってなんか謝罪してましたが、私からも謝りたいと思います。ごめんなさい柴田ごめんなさい、柴田ごめんなさい、レペゼン地球さんごめんなさい、柴田のやつがあいつがあんな嘘ついちゃって本当に苦しんでたんですよね。なんかみんなに面白い動画届けたいっていう思いが強くて、まあ、日々どうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうって悩んでたのかな、うん、昔光は兄ちゃん兄ちゃんって、可愛いやつだったんですよ見えて、ちっちゃい時は、まあ、そんな時そんなこんなで、大変皆さんをお騒がせして申し訳ないと思いましてこの動画を撮らせていただいてます。アフロでございます。おい光見てるか、俺だよ俺、まだわかんないのか、俺だぞ、あの時お前兄ちゃん兄ちゃんってよくついてきたよな、ということで、はい、ヒカルのあの謝罪動画を見てどうしても俺もこの動画撮りたくなって回させてもらいました。では今日はこの辺でおさらばしたいと思います。どうもありがとうございました。おいヒカル、もうあんな動画出しちゃダメだぞ、ということでここからはオフショットへお願いします。はい、ということで、アフロの部屋、オフショットでございますが、すいません。柴田さん、ごめんなさい。柴田さん、ごめんなさい。僕、底辺 YouTuber で、もっとみんなから見られたいと思って、あなたのあの動画に、どうした、なんとか便乗できないかなと思って、はい、こんな動画、こんなうんこ動画撮らせていただきまして、申し訳ない。皆さん、ごめんなさい。はい、一日こう寝かすということもできずにビビってもうオフショットで謝罪も入れた動画一本で終わらせたいと思いましたごめんなさいみんな、僕ももうちょっと面白い動画撮りたいと思ったんです。はい、ということで裸にもなれず、はい、あ、ただメンズ TBC の500円の脱毛に予約したんです今日。はい、その今度4月30日に行ってきますんで、これから1ヶ月ぐらいありますかね、まあ、また行ってきたら動画撮りたいと思いますんでその時は見てください。ではアフロの部屋でした。どうもバイバイ。